いでよ全員。はい、ということで4月26日発売変幻の仮面ワンボックス開封していきたいと思います。ミュートフッ、よいしょ、オープン、よいしょ、よいしょ。ちなみに今回の狙いは冒頭でも言ってましたけど、ゼイユの SAR です。皆さん見ました？あのイラストかなりいい。そしてゼイユの兄弟のスグリのスペシャルアートレアもかなりいいんですよ。ゼイユスグリ兄弟のスペシャルアートレア、それが今回の一番の狙いで、それと同じぐらい当てたいのがジャッキー推しポケラッキー。ラッキーのアートレア、ちょっと汚れてるの、ジャッキーのアートレアが今回封入されているんですよ、ラインナップにね。ジャッキーはラッキー大好き、ラッキーのアートレアもぜひ当てたい。それでは30パック一気に開封していきたいと思います。はい、ということで30パックすべて開封して二山にすることができました。それでは男は黙って右から、右の山から見ていきたいと思います。いやマジで緊張してきた、いつもこのタイミング緊張しますね。よいしょ、節でスタートでいきましょう。はい、それではいきます。見えちゃう見えちゃう、節で、お、ラッキー、ラッキー来たぞ、いきなり来たぞ、かわいい。ラッキーノーマルのイラストもめっちゃかわいい、ちょっとのけとこう。カジッチュ、いいね犬、早速来ました。いいね犬ね、これめっちゃ強いんですよね。ゴリランダ、これも強い。ドッグラー、ペロッパフ、ランプラー、ニョロボン、大回転ポリンク、かわいい。トサキンと、お祭り温度のトサキンですね。すごいイラストがめっちゃお祭りらしくていいけど、この子救われるんでしょ、お祭りだったらね。金魚すくみたいな感じ、チャです。お、鉄の包みの新しい未来のやつですね。ブルーム、エイパム、かわいいね。レモンが、かわいいレモンが。この子確か逃げ目、そうそうそう、逃げ目がなくてね、使えるんじゃないかと言われてます。バチンキー、ウィッ、ハンディサーキュレーター、キラフロール、トップのあれやね、ひともし、ココドラ、ナミイルカ、おお、きた、イルカマン EX、 マイティーソウル、これね一進化なんですよね。340、結構強い。どうだろう、使い方によってかな。ボスゴザラ、ジュランジュン、ルージャー、すごいイラストがこれめっちゃ可愛いですね。目がドデッコツ、サルノリ、可愛いな、サルノリ。お、アートレア来ました、よいしょ。おお、マシマシラのアートレア、すごい、桜、夜桜って感じですごい綺麗やな。マシマシラのアートレア来ましたね。サンドパン、ラッキー、ラッキー、のけとこ、イルミーゼ、フシデ、ヤバソチャのレアです。ハッサクさん、小生、我が輩、小生、なんかハサクさんね、ゲームに出てきましたね。先生です、天皇の一人でもあり、先生でもある。ニョロボン、どこ見てるの。ボクレー、エアームド、エアームドかっこいいね、これ金銀の時にね、あのパーティーに入れとって結構使ってましたね。はい、次、カミッチュ、お祭り温度のカミッチュですね。お、おはやし笛、はい、ヒンバス、オーロット、基礎怖い、ドキドキする。カイデン、ヒヒダルマ、よいしょ、虫取りセット、ピッピ、かわいい、ムーンキック歩いてる、なんかピッピ歩いてる。ドラメシア、バルビート、お、エーススペック来ましたね、まあ、見ちゃいます、よいしょ。おー、ポケモン回収サイクロン、これ強いですよね。エーススペック全部強いんですけど、これも強い、嬉しい。イルカマン、マイティチェンジのイルカマンですね。トサキンとカジッチュ、ペロッパ、キソー、びっくりした、キチキギス、これ言いにくい、キチキギスのレアですね。これも結構強いです。ピクシー、コリンク、サルノリ、かわいい続き、めっちゃかわいいやつ。ブロロン、お、ダブルレア来ましたね、よいしょ。お、ドラパルト EX、 テラスタルですね、ギラギラですね。今回テラスタル多いですよね、あのオーガポンも全部テラスタルですもんね。ドラパルト EX 来ました。お、お祭り会場ですね。ナミイルカ、キソーで、これルクシオかっこいいよね。コドラ、ローブシン、お、ゼイユフラグか、ゼイユめっちゃこれね怖く見えるでしょ。これのスペシャルアートリアね、やばい可愛いんですよ。このクールなちょっと暗い感じと見せかけてやばい、
ちょっと全員のけとこ、全員のけとこ。ホイーが緊張する。コアルヒー、かわいい。白ですな。お、いや、雪目の子。あ、鬼の仮面ですね。どっから。今ナッツ、ダルマッカ、アラブルタケ、古代、ミロカラス。ミロカラスかっこいい、可憐な感じですね。はい、片方の山が終わっちゃいました。早い、もう半分終わった。それではもう片方の山を見ていきましょうか。この中に確実に高レアリティのカードが入っております。 KC スタートです。テレポータースタートでございます。やっぱ緊張する、マジでやばいぞ、緊張してきた。いきます。 KC、 アズマオ、ブロン、ペンドラ、ちょっとラッキーアートリア頼むよ。ラッキーのアートリア、お前も欲しいけんな。ひまわり、ピッピー、ホイーガ、エアームド、お、レア、ヒードラン、かっけえな、灼熱ボイ、オリゴール、スナベー、ゴアルヒー、キソー、バルビート、ボスゴドラ、ゼイユ、ゼイユ、フラグ、ゼイユフラグ立ってる、ちょっと抜けとくわ、マジで。サンド、ニョロモ、カミッチュ、ルクシオ、かっこいい、ケシー、テレポーター、ビール、ラッキー、君も抜けとくわ、ミロコロス、ブルーン、ヒンバス、バチンキー、まだアートリア全然出てないね、白ですな。イルカマン、お祭り会場、ダルマッカ、どっこら、なかなかこう、不死で、お、お、お、ちょっと待って、ダブルレアか、ダブルレアですね、よいしょ。おー、オーガポン、井戸の面 EX ですね。ダブルレア来ました。ちょっと待って、手汗ちょっと拭くわ。なかなかこう焦るわ、怖い。オーガポン、これね結構強いんですよ。あり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 、のけとこ。ポチエナ、かわいいね。ポチエナ初ちゃう。ケシー、ケシー多いね。ニョロゾ、お、スグリくん、スグリくん、くん付けで読んだ初めてけど、スグリこれね結構効果強くて、このスグリのねスペシャルアートレアもかなりいいんですよ。可愛いよね。はい、行きます。ちょっとすぐにもね一応のけときましょうか。シャリタッツ、客寄せシャリタッツね。シリン、狂ってもひともし、トサキント、お祭り温度トサキント。あ、アートリア来ました、よいしょ。おお、シリン、ほんまの写真みたいな感じで、ね、いいけどラッキーのアートリアも欲しいな。すまんな、初めて来たな。ナミールカ、もう来るぞ、一気に来るぞ。これコリン、かわいい。ヘラクルス、ヘラ、これも初めてだ。鬼の仮面、チャです。キソ、虫取りセット、くるゆっくりいきますね。ニョロも手が震える、ドラミシア、オーロット。お、え、待って、来たね、スペシャルアートリア来ましたね。これスペシャルアートリアだな。ちょっと待って、なぜか声が小さくなる。これ、この、これスペシャルアートリア何か来ました。手汗拭いていいですか。来ました、ポケモンかトレーナーかはわからないんですけど、トレーナーだったらマジで発狂。まあポケモンも嬉しいんですけどね、スペシャルアートリア出た時点でもうすでに僕の中では嬉しい。よし、ちょっととりあえずあと残りいきます。アラブルだけ、これね、これも新しいね。キラン、カモネギ、あ、結構出てないぞ、ね、出たとこん、出たとこせよ、かわいいな、カモネギ。雪わらし、おお、ハピナス EX、 そうじゃ、こいつもおったんじゃ。君は出たかった。おい、母ちゃんが来たぞ、母ちゃんな、置いとくわ。ペロリーム、アートリアまだあるね。ドロンチ、ここだ、ボクレイ。おお、アートリア来ました。いいね、犬。ラッキーはこんかったか。すまん、ラッキー。ラッキーすまん。君のアートリアを当てれんかった。ハピナスで許してくれ。はあ、いいね、犬。これもいいですね、けどイラスト強いしね。ライダル、今がエイプル、ランプラー、ジャミングタワー、結構厄介な動画ね、これ。ローブシン、カイデン、ジュランジューン、ユンギラー、はい、ユンギラーね、再録し始めて、うっ、ちょっと待って、あ、ダブルレアじゃん、よいしょ。おー、オーガポン、石杖の面 EX、 これもテラスタルのオーガポンのやつやね。いや、いいね。エテボース、イケズナ尻尾、これユンギラーね、なんかちょっと問題があって全然再録されてなかったけど、最近再録され始めてめちゃ出てくるね、ね。よし、はい、ということで最後この
オーロットの後ろに、ちょっと手拭くね。ちょっと、どっちだろう。トレーナーか、ポケモンか、まず見ますね。いきます。あ、これは、テラスタルの、オーガポンのどれかのスペシャルアトリアですね、多分。いやいや、全然いい、全然。いきますよ。いきます。もう一気にいきます。3、2、1。いらっしゃい。よいしょ。オーガポン、石杖の面 EX のスペシャルアートレア。ギラギラすぎん？これ。めっちゃギラギラじゃないですか。石杖の面のスペシャルアートレアが来ましたね、これ。ゼイユーじゃなかったけど嬉しい。スペシャルアートレア久々に引いたぞ。ギラギラでございます。ゼイユーが当たらんかったんはちょっと残念やけど、そう簡単には当たらんし、いつか当てるけどな。ゼイユー。それでは今回のレアカードはこちら。はい、ということでこれが今回当たったレアカードたちです。まずなんといってもこのオーガポン石杖の面 EX。これのスペシャルアートレアがね、当たっちゃいました。ちなみにね、普通のダブルレアの方も当たりまして、まあ、普通のダブルレアはね、こう、ザ・トータイプみたいな色なんですけど、スペシャルアートレアになると、この銀がね、かなり、銀ギラーって感じでね、語彙力かなり低いけど、銀ギラーって感じです。いや、いいですよ。ちょっとオーガポンちっちゃすぎんって感じだけど、面でかすぎんって感じですけど、まあまあいいでしょう。すごい嬉しいなぁ。スペシャルアートレア久々にギラギラじゃないですか、これ。ギラギラやん。よかったー。そしてね、他のアートレア、これチリに光りすぎちゃう。もうええわ。この他のアートレアたちもかなりね、こう、かなり凝ったイラストになっていて、ポケモン回収サイクルもね、かなり嬉しいです。これかなり強力なカードですね。はい。あと、オーガポン井戸の面 EX、ドラパルト EX、イルカモン EX、そして、ハピナス EX。僕の推しポケの一体ですね。ハピナス EX は結構強いですよね。ハッピースイッチね、これ。うん。残念なことにね、ラッキーのアートレアもこの段ね、収録されたんですけど、ラッキーのアートレア当てることができんかった。すまん。おかんしか当てれんかったわ、ハピナス。また、ラッキーのアートレアも狙って当てていきたい。まあ、狙って当てれるようなもんじゃないんですけどね。まあ、ちなみにね、ラッキーのノーマルもかなり可愛いカードになってますね。ゼイユね、フラグと思ったんですけどね、このゼイユのスペシャルアートレアがね、今回の段のトップレアで、まあ、スグリはね、まあ、トップ2かトップ3かのリアリティになるんですけど、ゼイユね、いつか当てたいです。スグリ待てたい。スペシャルアートレアを引けただけでね、今回かなり僕は嬉しいんですけど、まあ、いつかゼイユ、スグリ、当てに行きたいと思うよ。はい、ということで今回は変幻の仮面ワンボックス開封させてもらいました。なかなかね、いい結果だったんじゃないんでしょうか。このね、スペシャルアートレアも当てれましたし、久々に当てたのがこの銀ギラのオーガポン石杖の面 EX で良かったなと思います。また今後もね、バラとか、まあ、ボックスとか機会があったら開けていって、このね、上におるスグリとかゼイユね、そしてラッキーのアートレア、そういったものも当てていけたらなと思います。当てたいところやね。今回もジャッキー TV を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではここは決めます。 See you ラッキー。